皆様こんにちは、ファンパスアートのいろはです。今日はファンパスアートでクジラを描いていきたいと思います。で、使用するのは100円ショップに売られています、こちらの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきます。まずは型を作っていきます。型紙用の画用紙にクジラと、これはクジラの潮の部分、そして光と丸の下書きをしています。これらをカッターで切り抜いて型を作っていきます。カッターで切り抜くことができました。でこちらクジラは上側と下側に分けて先に上側を切り抜いた状態です。で下側は後ほど切り抜いて使っていきます。こちらは使いやすいようにハサミでカットしておきます。それではクジラの本体から描いていきたいと思います。あらかじめ白いパレット用の紙の上に必要な色を茶こしで削って準備しています。白色や灰色、水色、青色、青緑色などを削っています。コットンを四つ折りにしてパレットから青色を塗っていきます。続いて先ほど塗った部分を隠した状態で下側を塗っていきたいと思います。こちらは切り抜いて灰色と水色を混ぜた色を塗っていきたいと思います。で続いてクジラの潮の部分を描いていきたいと思います。で色が塗っているところは消しゴムで白く消しておきます。で背景の白色の上にかかる部分は薄く青色や水色を塗っておきます。続いて背景に青緑色や青色などを塗っていきます。背景の好きなところに丸や光の型を合わせて内側の色を消しゴムで消していきます。好きなところに型を合わせて数を増やしていきます。色鉛筆やペンなどを使って細かい部分を描いていきます。中側に線を描き入れます。小さな丸の型を使って白目を描いていきます。内側の色を消しゴムで消してからさらに白色を塗っていきます。黒目を描いていきます。白ペンで光と艶を入れていきます。それでは周囲のテープを剥がしていきます。これでクジラの完成です。皆様もぜひチャレンジしてみてください。